結構坂です。ちょっと探検しに来ました。あとちょっと木を拾ってます。こっちの方は車が乗り入れができないっていうのがあるのかな。でもここにトイレがあって便利。トイレはちなみに女の人はこっちで、男の人はあっちから反対側みたいです。で、あっちに水事塔みたいなとこが。水事。じゃん。その夜景が見えるところは結構見知り。見知り。こう眺めいいね、ここ、疲れた。ちっちゃい水地場あったまあちょっと遠いからっていう。こんな、あ、でも出てる出てる、水出ますね、ちゃんと。でも傾きあっちで排水口ここやったらもう、ほら、ライトアップしたんだけど、その奥はちゃんと夕日の明るさ、夕日で赤いのに、そのライトアップもちょっと赤いっていう。あ、めっちゃ綺麗。ウィメクリニズム。めっちゃうまそうやん。見てこれ。うまそう。これバター醤油にした。ナスがもうさつまいも。ナスはホイル焼きした。もう治ってきた。高いね。ああ、治ってきたな。出てきたね。隠れた。どう？焚き火。高い。もうふみくん真っ黒なんだけど。あ、いいね。焚き火見てるの？いいね。見てる見てる。たかたか。怖いね。火は怖くない。獣的にはどっちが正解なの？獣じゃないな。それが間違い。はみ出る。なんかゆるゆるしてくれる。あ、俺らがテンションが上がってるのと、ウミウシが急にテンション上がり出すのが怖いし、なんかあんまり大きな声でやったら、あのね、管理人的に怒られそうな。大丈夫だよ。大丈夫だ。冷静、冷静。大ちゃん、手を動かしてて。冷静。冷静。めっちゃ寒い。おはよう、みんな。なんか朝マイナス2度やったっけ、寒かったな。で、日が出ってからはもうめっちゃあったかい、このテントの中は。マジ記憶にねえよ。でも今でも1度ぐらいかな。めっちゃ外いいにょ。ちょっとぐちゃぐちゃしてるけど、外を映したいと思います。やっぱさすがに霜とかは降りんねえ、夏じゃないかな。朝日はこっちから上がってますね。めっちゃいい天気。朝ごはんは、ご飯を炊いて、あとちょっと朝から肉を焼いて、混ぜご飯みたいなの作りたいと思います。Thank you.
ちょうど広島フェアをイオンでしてたから、かけだしのかけだし入り味噌汁。うわー、いい感じ。これはお豆腐作ってきたの味噌漬けで、かけだしのお汁とご飯みたいなのとそれに乗ってる肉。佐賀。佐賀の。すごいね、お散歩好きだ。今日桜見に行く。桜舞い散る中に舞台中なので、あそこの六角亭で買ってきたいと。はい、胡椒餅とブリュレブリュレでーす。食べていく。